ビデオフィードバックビデオフィードバックとは、ビデオカメラで撮影したものをモニタに出力し、そのカメラをモニタの方に向けることで、カメラで撮影したものがモニタに表示されたものを再び、ビデオカメラで撮影するというフィードバックが発生することである。入力と出力のそれぞれで、スキャンが行われるため、カメラからモニタに戻るまでに少なくとも1、フレーム時間の遅延が生じる。 ループ内の処理が多い場合は、さらに遅延が大きくなる可能性がある。映像フィードバックとも言う。ビデオフィードバックは、1956年にチャールズ・ギンスバーグがアンペックス社向けに最初のビデオレコーダーを発明してすぐに発見された。当時は厄介で不要なノイズと考えられていた。技術者やテレビ局のカメラマンはカメラを そのカメラで撮影されたものが出力されているモニタの方向に向けることを非難した。1950年代には自己増幅されたビデオ信号の過負荷がカメラやモニタに悪影響を与えると考えられていた。また当時のモニタでは明るい性的な表示パターンを表示し続けることは画面の焼き付きの原因にもなった。1960年代には ニューヨークのサイケデリックアートシーンでビデオフィードバックを芸術に応用した初期の例が見られる。ナムジュン・パイクは1960年代半ばにニューヨークのグリニッチカフェでビデオフィードバックのクリップを展示しており、パイクが世界初のビデオアーティストとして挙げられることが多いが、これには異論がある。初期のビデオフィードバック作品は 1960年代後半から1970年代前半にかけてアメリカの東海岸と西海岸のメディアアーティストや実験者によって制作された。ビデオフィードバックアーティストのスタイナウッディ・バスルカはリチャード・ローエンバーグらと共にザ・キッチンを結成し、スキップ・スウィーニーらはサンフランシスコでビデオフリーアメリカを設立し、それぞれがビデオアートや ビデオフィードバックの実験を行った。デイビッド・ソーンは1970年の著書フィルムザ・クリエイティブ・アイの中でビデオフィードバックについて研究している。この本はニューハンプシャー州コンコードにあるセント・ポールズ・スクールのリチャード・レデラーが1970年代に開講したクリエイティブ・アイン・フィルムという講座でビデオフィードバックを紹介した時に使用された。 このクラスでは何人かの生徒が定期的にビデオフィードバックを作成し録画していた。この頃、ソニーから発売されていた録画用ビデオカメラバマックスシリーズや手回し式ビデオデッキが入手可能になったことにより、ビデオ画像の解像度が上がってビデオフィードバックの画像がより魅力的になり、また一般人がビデオカメラによる録画ができるようになり、 このような映像実験をできるようになった。1980年代から1990年代にかけてビデオの技術が向上し、高品質で高精細なビデオ撮影が可能になった。マイケル・ C ・アンダーセンはビデオフィードバックのプロセスの数式を初めて作成し、また特定のパラメータを調整した時にビデオ画像が徐々に進行する数式の変化を示す。 メンデレー F の正方形も作成した。1990年代には、レイブシーンや、よりサイケデリックスな性質の芸術への社会的復帰があり、世界中のディスコの大型ビデオスクリーンに、ビデオフィードバックが映し出されるなどした。アドビフォトショップや、ノンリニアビデオエディタのフィルターの中には、ビデオフィードバックをフィルターの設定として含んでいるものがある。これは、 ビデオフィードバックを模倣した元の画像、映像を渦巻き状に加工するものである。多くのアーティストが光学フィードバックを使用している。クイーンの1975年の楽曲、ボヘミアン・ラプソディのミュージックビデオがその例である。その効果は合わせ鏡の間から自分を見ることに例えられる。イギリスの SF テレビドラマシリーズ、ドクター・フーの オープニングタイトルは1963年から1973年までこの手法を採用していた。最初はモノクロで1967年に放送用の解像度が625本になったこととドクターの顔を取り入れるために作り直され1970年にカラーで作り直された。1973年以降のタイトル映像では ビデオフィードバックの手法をやめ、スリットスキャン写真を採用した、コンピュータプログラムオープンブロードキャスターソフトウェアによるドロステコーカー合わせ鏡による、光学フィードバックこれまで説明してきた、ビデオフィードバック、すなわちカメラをモニターに向けたことで生じるフィードバックは、光学フィードバックの一例に過ぎない。科学分野における光学フィードバックの最もわかりやすい例は、 ほとんどのレーザーで見られる光共振器である。光共振器は光を増幅する2枚の鏡で構成されている。1990年代後半には不安定共振器と呼ばれるレーザーにおいて、その光ビームの断面がフラクタルパターンを示すことが明らかになった。科学における光学フィードバックはビデオフィードバックと密接に関連しており、 ビデオフィードバックを理解することは、光学フィードバックの他の応用にも役立つ。ビデオフィードバックは、不安定強振機レーザービームのフラクタル構造の本質を説明するために使用されている。ビデオフィードバックは、実験数学的なツールとしても有用である。例えば、複数のモニターを使って、フラクタルパターンを作成したり、鏡を使って、 複数の画像を作成したりすることができる。ソフトロジーのビデオフィードバックのページでは実際のビデオフィードバックとシミュレートされたビデオフィードバックに関するリンクと情報を提供している。光学フィードバックは暗視装置の画面にも見られる。ここでのフィードバックは通常蛍光帯スクリーンで発生した光が光電面に フィードバックされ、管が振動して画像が損なわれるというものであり、好ましくない現象である。この現象は、蛍光体スクリーンの背面にアルミの反射板を乗着したり、マイクロチャンネルプレートディテクターを搭載することで抑制するのが一般的である。ダグラス・ホフスタッターは、人間の心と意識に関する著書、私は不思議の感において、不思議の感の例の一つとして、 ビデオフィードバックを取り上げ、一章を割いて、ビデオフィードバックの実験について説明している。会話の途中で、私はカメラのレンズの前に一瞬手を出してしまった。もちろん、画面は真っ暗になったが、手を離すと、今までの模様がすぐに画面に戻ってくるわけではなかった。それどころか、画面には別のパターンが映っていたのだが、そのパターンは、今まで見たことのないもので、静止していなかった。 ありがとうございます。